こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員の吉野がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。健康づくり課から子宮頸がん予防ワクチン接種のお知らせです。子宮頸がん予防ワクチンは子宮頸がんの主な原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチンです。小学6年生から高校1年生相当の女子、また1997年4月2日から2008年4月1日の女性を対象に公費で受ける機会を提供しています。高校1年生とキャッチアップ対象者の方が無料で受けられるのは令和7年3月31日までで最後のチャンスです。厚生労働省が公開している接種勧奨のための動画をご覧ください。女子高校生の皆様へ、 HPV ワクチンを公費で受けられるのは2025年3月まで。接種は合計3回、6ヶ月かかるため、希望する方は9月までに接種の開始をご検討ください。詳しくはお手元の接種券をご確認ください。 HPV ワクチンの接種を逃してしまった方へ、 HPV ワクチンが公費で受けられるキャッチアップ接種は2025年3月で終了します。接種は合計3回、6ヶ月かかるため、希望する方は9月までに接種の開始をご検討ください。詳しくはお手元の接種券をご確認ください。全3回および2回の接種の完了までには約6ヶ月間の期間がかかります。今まで一度も接種したことがない方は9月までに1回目を受けると3回の接種を年度内に終了することができますので、ぜひご検討ください。定期接種の機会を逃すと1回約2万7000円が自己負担となります。接種場所は佐賀県予防接種広域課加入の医療機関です。市内医療機関の実施状況はご覧の通りです。事前に電話予約の上受診してください。持参するものは健康保険証、母子健康手帳、予診票です。すでにお送りしているリーフレットには副反応についての詳しい情報や接種間隔など図を用いて分かりやすく記載されているため、よくご覧いただき接種をご検討ください。詳しくは嬉野市役所健康づくり課電話 0954-66-9120 までお問い合わせください。以上、健康づくり課からお知らせしました。嬉野市役所広報広聴課からお知らせします。嬉野市では市民の皆さんと市政を結ぶ司法嬉野を月1回発行しています。司法嬉野は行政区を通じて各家庭に配布しています。また市内公共施設、郵便局、金融機関やスーパーマーケットに設置しているほか、嬉野市ホームページでもご覧いただけます。また司法への広告掲載も募集しています。企業の PR やイベントの告知にご利用いただけます。地域の話題や市からの大切なお知らせなどをお届けする司法嬉野、皆様ぜひご覧ください。以上、広報広聴課からお知らせしました。こんにちは。今日は嬉野市子育て支援センターとファミリーサポートセンターの紹介、合わせて行事の紹介をさせていただきます。まず最初に子育て支援センターについて紹介します。開所時間は10時から16時までとなっております。また第2土曜日は10時から15時まで開所しております。行事は誕生会、季節の行事、子育て講演会、
何分間での良い子集まれといろいろ計画しております。相談業務も行っていますので気軽にお電話ください。それでは9月の行事を紹介します。5日19日は良い子集まれを何分間で行います。11日は運動遊び、12日、19日は何分間においてベビーマッサージを行います。ベビーマッサージは事前予約が必要です。申し込みお問い合わせは嬉野市役所子育て支援センター 0954-430100 までご連絡ください。13日はお話し会、17日は遊びの広場、20日は運動会、体操、かけっこやハイハイレースなど盛りだくさんに準備しています。どうぞご参加ください。24日は9月の誕生会、9月生まれのお友達に会えるのを楽しみにしています。9月もいろんな行事を用意しています。ぜひ遊びに来てください。次にファミリーサポートセンターの紹介です。ファミリーサポートセンターでは保護者様が不在の時の預かりや送迎などを行っています。休養ができて子どもを預けるところがなく困った時などに任せて会員がお世話をします。事前の登録が必要となりますので詳しくは嬉野市子育て支援センター 0954-430100 までお問い合わせください。以上、嬉野市子育て支援センターとファミリーサポートセンターよりお知らせでした。9月の休日在宅当番医はご覧の通りです。9月の小児時間外診療はご覧の通りです。9月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。9月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがだったでしょうか。それでは次回もお楽しみに。